滝吉美紀は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将、御家人、芹沢氏の祖。通説では父の後を継いで日立大将になったとされているが、近年の研究では疑問視されている。滝直美樹の子として誕生。父の後を継いで筑波軍滝を本拠としたが、原平合戦当初は日立国が平家の治療国であったこともあり、平家法にあった。 その後、源、頼朝の金社長の戦いにおいて、日立国府が頼朝軍に占領されると、佐竹氏と共に、藩頼朝側についていた日立兵士にも圧迫が加えられ、遅くても、元略元年までに、源頼朝に従った。その後は、欧州合戦などで功績を挙げている。ところが、研究4年5月に、蘇我兄弟の仇討ちが発生すると、 同じ日立国の武士であった八田地下は策を巡らして、八田地下が滝吉三木を打とうとしていると流言を流し、これを知った義美木が滝山城に兵を集めると、今度は地下は義美木のもとに死者を派遣して、頼朝のいる藤野で老石が発生したので、藤屋へ堂々してもらいたいと要望すると、義美木はいよいよ噂が事実であると考えて、防備を固めた。 これを見た八田は6月12日に滝吉美樹の謀反を鎌倉幕府に訴えるに至った。幕府は八田と義美樹を鎌倉へと召喚し、22日に両者を対決させた。八田は仇討ち事件のことを知って義美樹に藤野に駆けつけようと提案したところ義美樹は兵を集めて滝山城に立てこもり反逆を企てたと主張した。 これに対して、ギミキは反論したものの、彼の主張は、意味不明とされた上に実際に兵を集めて立てこもった。事実は否定できず、ギミキの所領と書式は没収されて、同族の馬場助元に与えられ、ギミキは、岡部やスツナに預けられることになった。この事件を、研究4年の日立製片と称する。また、同年に発生したギミキの実定である。 下妻光美紀の処刑や頼朝の実定である、源の乗り寄りの失脚もこの政変に関係するという説もある。その後の義美紀の消息は不明である。通説では、滝義美紀が研究4年の日立政変で失脚したことによって、日立平氏の総領と日立大将の地位が馬場助元に移ったとされている。しかし、平安時代後期以降に、 日立国の国画から発給された文書には、大乗の書版が存在せず、大乗の書版が入った文書が出現するのは、馬場助元の大乗就任後である。したがって、少なくても、この間日立大乗の地位が空席であったと考えられ、滝吉美紀の日立大乗在任の事実及び、滝氏を含めた日立平氏が、研究以前より日立大乗の地位を継承してきたとする事実に対して、 否定的な説もある。また、日立平氏自体も12世紀には解体されつつあり、滝義美紀が一族中では最有力かつ中心的存在ではあったものの、総領としての実態は失われていたとも言われている。この説によれば、滝義美紀の失脚、馬場助元の日立大常任命と助元を、 総領とした日立兵士の復活が、源頼朝による、日立武士の掌握の過程として行われたとされている。ありがとうございます。